緊張する。大丈夫大丈夫。ニューヨークにね行った時、日本からニューヨークに行った時に比べたら何でもない、全てが何でもないっていつも自分に聞かせてます。見て見て、これを無駄遣いというのでしょうか。So why didn't you, call? So many years has gone by. But I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you, call? Something in the air, always something in the air. Oh, もう日が落ちそうです。かな、うるさかったらごめんなさい。というわけで今日は2022年4月22日金曜日、お昼の今1時40分あたりです。今日の気温は28度。暑いけど全然暑くないっていう感じで今ね歩いています。ちょっと待って、車が、はい、そう、今日は、そう、来月からね、勝手にね、まだ何も決まってないんですけど、新生活を始める、新生活っていうか新しく、まあ、学校行ったりとか仕事、語学学校行ったりとか仕事を始めたいなって思っているので、ハワイでね、そうなので今ね、ちょっとまず学校のいつから始まるのか、多分ね今もう、セミスターって学期の途中だと思うんですけど、途中から入れるのかっていうのを聞きに行こうと思っていて、あ、うるさいかな、風が今向かっています。超ドキドキ、いけるかな、大丈夫かな、聞けるかな、本当に心配なんですけど、ちょっと行ってきたいと思います。私の理想は学校も仕事も徒歩ね10分以内っていうのがね、もう理想というか絶対そうしようと思っていて、学校も近場を選びます。で、仕事もまだ何にも決まってないよ、まあ、ずっと求人とか見てるけど、マジで10分、いや5分以内、ずっとニューヨークでもそうだったので10分以内、10分以内を目指します。そう、なんでそんなに近場ばっかり選ぶのかっていうと、やっぱりさ、私はね、通勤時間ほどもったいないものはないかなって思うんですよ。まあ、その間でね、本とかね、いろいろ調べ物とかできたらいいんでしょうけど、そうはいかないよね、やっぱここアメリカではって思うから。そう、まあ、ニューヨークの時だって本なんてまあね、読んだことないかな、電車の中で。まあ、今ここはハワイなんですけど、私車運転さ苦手だしさ、まあ徒歩10分以内っていう風が、行ってきます。来週から通えるといいなって思ってたんですけど、仕方ない。というわけで帰りますか。何しに来たんだってなったけど、まあいいか、ちょっと一歩踏み出せた、まだ話してもないけど一歩踏み出した気分です。あれれれ、ちょっと勘違いしてたみたいで、金曜日私休みってあれ書いてあると思ったら、金曜日と
休みの日はこのドックはロックされているから、違うドアから入ってっていうことっていう多分ねだよってなって戻ります。なので行ってみよう。もう一回、あれなんだ、あっちが表と思ったらこっちが表だったのかな。やばい、緊張してきた。どこだよ。またやっぱり月曜日から木曜日しか受付が行われてないみたいなので、今金曜日なんですけど出直していきたいと思います。あ、緊張する。大丈夫大丈夫。ニューヨークにね行った時、日本からニューヨークに行った時に比べたら何でもない、全てが何でもないかっていつも自分に言い聞かせてます。いいね、さあ頑張るよ。スペイン、カンボジア、スペイン、ジャパン、比較か。なんかすごいやっぱ日本の方が多いのかな。今ターゲットに来ました。いや昨日さ、ちょっとさカウズのシリアルを普通に売ってるの見つけて、今日あったら買おうと思ってさ、ちょっと値段調べたんですよ。そしたらさ1箱さ70ドルとかになってて、まだあるかな。 あった、普通にめっちゃあるっていう、やばい。しかもセールやジャイアントサイズまでもあります。見て、これを無駄遣いというのでしょうか。じゃじゃん、かわいい。はい、一度今お家に帰っていろいろね、もう手に抱えれないぐらいの荷物を買い物したので一回置いて、今もう一度外に出てきました。ちょっとまだまだ買い物があるので、そしたらさ雨が降ってきた。あーでも気持ちいいです。気候がいい、本当に気候がいい。特にポートランドにいたからかな、こんな大空なことあんまなかったけんね。あ、それはね、ポートランドはポートランドでめちゃくちゃいいんですけど、はい、というわけでもう一回、あー虹出るかな。この間ここにかかってましたよね。ここにかかるといいな。ノードスロームラックに来ました。いや私最近のさちょっと悩みじゃないけど、一緒にいる方がみんな背が高くて、なんで私こんな背低くて足短いんだろうみたいなさ。でさ、ずっと今厚底をねちょっと探してるんです。でさ、パッて見たらさ、え、これ可愛くないっていうやつを今見つけた。これちょっと厚底すぎ。しかもさ、じゃーん、スリーバーフィリップリム、袋もさ可愛い。そうやばい、欲しい。どうしよう、さっき履いたんですけど結構良かった。安いよ、110ドル。元値見えない、元値695、700が 84% オフ。ちょっと片足じゃわからないから両足履いてみようかな。やばい、どうしよう。ちょっと大きいかな、でもちょうどいいぐらい。すっごいかわいい。足しかないから両足履いてみようかな。両足履いてみました。かわいい。
ちゃった買っちゃった買いましたというわけで、しかもさ、アプリダウンロードしたら5ドル引いてくれるって言われたので、じゃじゃん、111ドルでした。これがポートランドだったらな、消費税なしで行けたけど、これは出会いですからね、靴との。嬉しい。ありがとう。インスタライブをやってみました。そしたらもうさ、ピンク色のところがなくなっちゃったけど、今日はマジックアワーが綺麗でしたね。みんなと見れて嬉しかったです。皆さんと見れて嬉しかったです。ちょっと少しサムネ用のここら辺にしようかな。あ、でも真ん中に入るからこの辺にしよう。ではでは皆さん、本当にまた明日、また今日も39歳見ます。バイバーイ。